はい、皆さんこんにちは。 GSR の日高です。今日はですね、フィリピンのニュースレポート21年のですね、1月の1回目をですね、皆さんにお届けしたいと思います。で、今日ですね、お伝えする内容は、こんな感じでお伝えしていきたいと思います。で、主にですね、フィリピンのコロナの今の状況についてメインに話をしていきたいと思います。感染者の状況とですね、変異種ですね、国内でも感染されています。あとそれに伴ってですね、入国規制が今かけられている状態です。あとワクチンですね、の状況と、あと産業界への影響というふうな、このような内容で話をしていきたいと思います。はい、まず感染者数なんですけれども、24日、ですね、1月の24日の段階でですね、感染者の数が51万人となっております。で、亡くなった方ですね、1万人を超えました。で、死亡率ですね、 2% となっております。まあ、世界平均とですね、ほぼ変わらないような数字となっています。あと感染者の推移ですね、こちらも24日のデータになるんですけれども、年末ですね、クリスマスとあとニューイヤーですね、この辺の人が外に出た影響で、そこから2週間後ですね、1月の中旬ぐらいに感染者が増えるんじゃないかというふうにですね、言われていたんですけれども、そういった兆候はなくてですね、引き続き1日あたり1500人から2000人ぐらいでですね、安定して陽性者の数っていうのが安定しているという状態になっております。で、移動状況なんですけれども、ほぼコロナロックダウン始まる前の状態にほとんど戻ってきております。マイナス 10% から 20% ぐらいですね、ほぼほぼ戻ってきているという感じになっております。ただですね、まだ、夜中のですね、外出規制があったりとか、あと15歳以下と、65歳以上ですかね、の方は、基本的な外出してはいけないとかですね、そういった規制は、まだ残っています。で、フィリピンはですね、20年の3月中旬からですね、ロックダウンが開始されて、そこからですね、全面解除というのは一度もしていません。なので、まあ、徐々にですね、規制を解除してきておりますので、今回の日本みたいにですね、またロックダウン、緊急事態宣言が出ますとかですね、フランスとかイギリスみたいにですね、急にロックダウンしますとか、こういったことでですね、混乱が生じる、そういったことはフィリピンでは起こってない。まあ、もう皆さんですね、だいぶ慣れていますので、まあ、多少ですね、いろんな規制が、制限がある中で、生活を行っているという形になっております。で、続いてですね、ちょっと次いきます。変異種ですね。変異種が、コロナ、フィリピンでもですね、確認されてます。で、今変異種ですね、イギリス型と、アフリカ型ですかね、2つあるんですけど、フィリピンの場合ですね、イギリス型ですね、これが感染の、が確認されています。で、マニラですね、マニラの北の方にですね、結構行ったところですね、上の方にですね、ポントックっていう町があるんですけれども、ここでですね、感染が確認されていますね。フィリピンの方がですね、イギリスに在住のフィリピン人がですね、年末に戻ってきて、まあ、家族でですね、地元でですね、過ごして、まあ、そこからですね、ちょっと感染が広がってしまったということですね。大体今ですね、20名ぐらいの、このイギリス型のですね、変異種っていうのが確認されています。はい、去年の、20年の12月ぐらいですね、まあ、それに伴って、フィリピンですね、入国の規制をですね、かけました。基本的にフィリピン人以外は、永住権を持ってたりとかですね、就労ビザを持っている方でも、入れなくなりました。12月の末からですね、今大体約35カ国の国ですね、ここ色掛けになっているところですね、まあ、日本も対象地域に含まれています。中国ですとかですね、アメリカとか、まあ、イギリスとかヨーロッパはもちろんですね。はい、で、まあ、これが1月の末まで、続きます。で、ちょうどですね、今日が27日なんですけれども、26日ですかね、にフィリピン大使館ですね、からアナウンスがありまして、基本的にですね、永住権を持っている方ですとか、あと就労ビザを持っている方はですね、まあ、入国できるように2月の1日からなりますというアナウンスメントがありました。はい、ただですね、おそらく入国に関して、いろんなですね、書類を提出したりとかですね、もちろん入国した際にはですね、フィリピンに、隔離ですね、隔離措置を取られたりとか、そういったですね、いろいろな、制約があるので、この辺はですね、しっかりと調べてからですね、実際にですね、
駐在員の方ですね、一時帰国、年末一時帰国して戻る予定だった方ってですね、たくさん今戻れない状況なんですけれども、2月の1日はですね、おそらく戻れるようになるんじゃないかなというふうな形になっております。はい、あと実効再生産数ですね、依然ですね1を上回っております。まあ、これはですね、おそらくワクチンが出てこないと厳しいですね。イスラエルみたいにですね、もうだいぶですねワクチンの接種が進んでいる国に関しては、実効再生産数が下がってきているということですね。今 1.2 とか 1.3 ぐらいみたいです、フィリピンは。はいですね。で、まあ、今フィリピン政府がですね、今15歳、冒頭にですね15歳以下の、方はですね外に出れないということで、まあ、それをですね10歳に引き下げようという提案があったんですけど、これはですねどうやらドゥテルテ大統領は、ね、最終的にこれを却下したみたいですね。はい、なのでまあ引き続きですね15歳以下の方は外にしばらく出れないという状況が続きそうです。あとワクチンの確保の状況ですね。でフィリピンはですね結論から言うとワクチンの接種はまだ始まっていません。はい、で、シノバックというワクチンがですね今、最有力になっています。まあ、この中国製のワクチンなんですけども、日本ではねほとんどファイザーとかの、ね、ワクチンが有名なんですけども、まあ、フィリピンは、中国のですねこのシノバックっていうのを、メインのワクチンとして、これからですね接種を開始しようというところで動いています。ただこれFDA のですねまだね食品医療局の、承認をまだ得てないんですけども、数そのものに関しては2500万回分ぐらいは、一応約束はしてるみたいです。それ以外にですねあとは、インドとかですね、あとはイギリスですか、アメリカですか、アメリカとかの一応そのあたりのワクチンっていうのも7000万回分ぐらいは、おそらく約束ができてるんじゃないかなというふうになっております。ただまだ接種は開始していません。はい、で、まあ、おそらく中国製のこのシノバックっていうのが、一番最初にフィリピンで、接種されるワクチンになりそうだということですね。で時期はちょっとまだわからないんですけれども、おそらくまあ今年の7月までにはですね、ワクチンの接種が開始されるという形になっています。はい、でファイザーですね、日本で、まあ、ファイザーワクチンといえばファイザーなんですが、ファイザーに関してはちょっとフィリピンはですね、かなり確保は困難な状況になっています。で、この中国製のですね、シノバックがですね、有効率が 50% と言われておりまして、で、まあ、国民がですね、結構中国製のワクチンに関しては、こう、拒絶反動を起こしていて、こんなの打ちたくないというふうに言ってるんですけれども、まあ、ドゥテルテがですね、まあ、君たちはノーチョイスだよと、選べる権利はないんだよとかっていうですね、まあ、相変わらず限りの発言をしてるんですけれども、まあ、ファイザーのワクチンは、ちょっと入手が、困難というかですね、まあ、他の国にですね、まあ、日本ですらですね、ちょっと遅れるんじゃないかと言われてるんですけれども、なかなかですね、こう新興国に回ってこないような、状況になっていて、まあ、フィリピンもですね、その国の一つになっているという状態です。はい、あと、ワクチンですね、接種証明書の導入をしましょうって話も出ております。はい、まあ、日本だとちょっと考えにくいですかね、こういうのはですね。はい、ただ、ワクチン接種しましたよという証明書があれば、例えば出入国がですね、しやすくなったりとかですね、あと、お店の中に入るときにこのワクチンのパスポートを見せなければいけないとかですね、こういったですね、証明書が発行される可能性が今あります。で、これ実際にですね、デンマークとかギリシャとかですね、イスラエルの国ですね、この方向で、ワクチン接種の証明書ですね、で、ステップが進んでいるみたいです。はい、で産業への影響ですね、目に見えてですね、はっきりと、今回のコロナがですね、非常に分かりやすい形で、悪影響を及ぼしているなというところはですね、感じ取ったこの内容なんですけども、これシャングリラですね、マカティ、フィリピンで一番のビジネス街のですね、マカティというところがあるんですけど、これのですね、シャングリラホテルがですね、一時休業ということになりました。あとですね、日産自動車のですね、組み立て工場が、閉鎖になったと、こういったニュースもですね、今出ております。また日産の工場ですね、規模にすると、そんなに多くない、数百人ぐらいの規模の、組み立て工場だったみたいなので、はい、ものすごく大きな影響あるというわけではないんですけど、日産とね、日系のですね、自動車メーカーのですね、組み立て工場がですね、閉鎖するというのは、なかなかインパクトがある内容だったのかなというふうに思っております。で、こういったニュースがですね、結構大きく取り上げられてきておりますので、じわじわとですね、こういった影響が出てきているなというふうに感じています。はい、あと、アヤラのですね、これゾベルさんですね、会長ですかね、今が、今後の経済の展望というのを話していてですね、おそらく2025
2020年ですね、の GDP の成長率というのはマイナス 10% ぐらいです。今日27なんですけど、28か9位ですね。第4四半期、まあ、2020年の GDP の結果ですね、発表されるんですが、おそらくマイナス 10%。で、ゾベルさんですね、この予想だとですね、2022年の第4クォーター、第4四半期には、2019年ぐらいの GDP に戻ってくるんじゃないかと。まあ、それまではですね、21年というのは、まだね、なかなか厳しいんじゃないかというような、21年とですね、あと22年の前半ですね、ぐらいは、まだ厳しい状況が続くんじゃないかなというふうに言っております。ただですね、アヤラはですね、今年21年からですね、結構積極的にですね、設備投資を進めていくという話も出ておりますし、あと、ジョリビーですね、外食大手のですね、ジョリビーなんかはですね、ベトナムの、麺ですね、ラーメンみたいな麺があるんですけれども、まあ、フォーのですね、チェーン店をですね、100店舗ぐらい展開するというようなニュースも出てきておりましたので、まあ、去年に比べてですね、もちろん今年はですね、いろんな、こういったビジネス界ではですね、2019年度まで、2020年ですか、2020年まで、2019年まではいかないですけれども、それよりもですね、20年よりもいい状態になるんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ、というわけで、ちょっと本当にコロナですね、中心の話題で話をさせていただきました。で、一つ良かったのはですね、本当に入国制限がですね、1ヶ月ちょっとで解除されたので、これは非常に良かったなと思ってます。で、やっぱりですね、今年のフィリピンの経済については、まあ、いずれにしても結構ワクチン次第かなというふうに思っております。で、このシノバックですとかですね、あとロシア産のやつもそうですね、あるんですけど、まあ、これがですね、いつ接種開始されて、まあ、その影響というのは、ね、どのくらいのものなのか。今世界で一番住んでるのはイスラエルだと思うんですけれども、1000万人ぐらい、200万人ぐらいですか、今接種開始が完了して、結構2回目、投与して、まあ、ほとんどその感染のリスクっていうのもかなり下げられてるっていうデータが出ておりますので、まあ、ワクチンそのものには期待できるんですけども、まあ、今回 そのですね、中国のシノバックっていうのはですね、どれくらいの効き目があるのかっていうのはまだ未知数なので、本当にワクチン次第なのかなと思っております。はい、まあちょっとじわじわとですね、経済やっぱりですね、まあ、去年から今年にかけてですね、影響出てきておるんですけども、まあ、アヤラとかですね、ジョリビーがですね、積極的に設備投資をしているということで、まあ、明るいニュースもちょっと出てきているのかなと思ってます。あと一個ですね、大きいのがインフラですね、インフラ投資。今年はですね、大型の案件がですね、スタートしますので、マカティの、マニラのですね、地下鉄ですとか、あとは南北通勤鉄道というですね、これもそうですね、大きなプロジェクトですね。あとは、サンミゲルのですね、空港、これなんかも今年スタートしますので、まあ、インフラを通じてですね、雇用を生み出してですね、ここからですね、経済を下支えしていくような大きなプロジェクトが始まっていくというのは期待したいと思っております。あと、そうこうしているうちにですね、2022年、もう来年ですね、大統領選を迎えます。はい、なので、次が誰になるのかによってですね、おそらく22年の5月ですか、6月かな、おそらくまだですね、コロナの影響が、残っている最中だと思いますので、次の大統領によってはですね、このコロナに対する対策というのはもちろん考え方変わってくると思うんですけれども、まあ、そこが誰になるかですね、まあ、おそらく新ドゥテルテ、特に、まあ、ドゥテルテのですね、娘、サラ・ドゥテルテというのはですね、まあ、今有力を担っておりますので、その辺もしっかり注目していきたいと思っております。はい。というわけで、21年ですね、1回目の、ニュースレポートですね、ご報告させていただきました。はい。またアップデートをいたしますので、よろしくお願いいたします。GSR の日高でした。どうもありがとうございます。